パックを使った東洋大学附属図書館所蔵資料の予約・取り寄せの方法についてご説明いたします。探している資料が他の人に借りられている場合や他のキャンパスの図書館に所蔵している資料であった場合、OPAC を使って予約をかけることができます。OPAC で利用したい資料を探したところ、自分の通っているキャンパスの図書館に所蔵がないことがあるかもしれません。OPAC の予約・請求ツールを使うだけで、24時間、どこからでも予約も取り寄せもできます。書誌情報の横にある予約・請求アイコンをクリックしてください。予約画面に移ります。受取希望図書館を選択します。受取希望図書館は必ずしもご自身の通学しているキャンパスの図書館でなくて構いません。自宅からアクセスのしやすいキャンパスの図書館を選んでいただいても結構です。選択後、予約ボタンをクリックしてください。画面が変わります。学生の方は統合 ID からログインをしてください。ログインが成功すると OPAC 画面にご自身のお名前が表示されます。実行ボタンを押せば予約完了です。予約・取り寄せをした資料が届くと東洋 .jp のアドレスにメールでお知らせが届きます。学生証を持って図書館カウンターまで資料を受け取りに来館してください。この機能を使えばインターネット上で話題になっている本が気になった時などいつでもどこからでも OPAC で所蔵を調べ予約や取り寄せができます。最後に注意点をご説明します。予約・取り寄せを行えない場合があります。その場合、次のいずれかの理由が考えられます。1、貸し出し期限をオーバーしている貸し出し資料がある。2、過去の延滞により罰則期間中の利用者である。3、予約・取り寄せに関してマイライブラリーサービスの利用権限を持っていない。不明な点は図書館までお問い合わせください。最後に図書館からのお願いです。予約・取り寄せを行い利用可能になった資料は一定期間図書館カウンターで保管されます。期間が経過しますと他の利用者に権利が移ってしまいますので、なるべく早く受け取ってください。また予約・取り寄せを依頼した資料が都合により不必要になった場合は、次の予約順の利用者のためにも予約解除処理をお願いします。解除処理はマイライブラリーから行えるほか、図書館カウンターでも受け付けております。図書館でたくさんの本に出会ってください。皆さんのご来館をお待ちしております。